化石の鑑定は1個ずつかな。てか1個しかなかったわ。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、家具が出来上がったらたぬきちのところに声をかけると言っていた気がするので、ちょっともう一回話を聞きに行こう。ちゃんと準備ができたよ、全部。アイナさん、どうもどうも。その後いかがだなも？お家と家具の準備もそろそろ終わりが見えてきただなも？全部終わったよ。そうなんだも？それはお疲れ様でしただなも。それじゃ、ここから先は僕のお仕事なんだもん。急ピッチでお家の工事を進めて、お客さんに移住の案内を始めるからね。よーし、早ければ明日にでも新しい住民を迎えられるように、今日は僕も頑張るだなもん。ちなみにお引越しの案内は、島内放送でもするつもりだけど、入居者が決まった土地には、看板に入居者の情報を貼っていくから、興味があるなら看板をチェックしてみてね。さて、とにかく、今回お願いしてたお仕事は、これで全部終わりだなもん。そうそう、約束のお礼、今渡したなもん。なんだなんだ？はい、これをどうぞだもん。柵？それは柵なんだもん。お家を囲ってお庭を作ったり、お花を囲って花壇を作ったり。柵を飾れば、より自由な庭作りを楽しめて、アイナ島の景観もより魅力的になること間違いなしだなもん。それはレシピもくれるってこと？今回はお試しも兼ねて素朴な木製の柵を50本渡しておくけど、今後はマイル交換の景品としても柵の DIY レシピの取り扱いを開始するだろうもん。そういうことか。柵のレシピは日替わりでいろんなデザインのものを並べるから、ぜひタヌポートをチェックしてみてね。あ、柵にもいろんなデザインがあるんや。絶対可愛い。それじゃあ、アイナさん。今回は本当にお世話になりました。だろうもん。で、他の住人の庭とかもまあ、ああいう感じで作っていけるわけやけん。え、めっちゃいいね。あの、木製のブランコとか置いたところとか、柵で囲みたくなるよね。さあ、ここが、道具クラッシャー。道具クラッシャー。めっちゃなんか極めていくやん。肩書き、勢い余ったクラッシャー。たぬきマイル500マイルゲット。さあ、他は？もう大丈夫か。ってことで、今回もちょっと島に旅立っていこうかなと、思うのだけれど。3日連続ボーナス100マイル、やったね。結構でかくなった。ってことで、たぬきマイル交換します。マイル旅行券を。思ったよりも、頻繁にマイル旅行券をゲットできるね。私もっとかかるかなって思いよったけど、マイルだいぶ溜まるけん。全然良き。全くもって良き。さあ次はどんな島に行けて、どんな住人と知り合えるだろうか。ここもカッペイさんみたいに会話があればいいのにね。さあ到着しました。今回のターゲットはこの島です。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合にはいつでも声をかけてくださいね。グッドラック。最初に来たのと同じ島やね、ここは。なるほど。同じだったか。さあ、住人はどこだ？もうね、同じと分かった以上は。ほら、だって前にそこでね、誰やった？誰か忘れたけど、豚の女の子を勧誘してん。もしや誰もいないとかいうことがあったりとかする？そんなことがあったりしますか？え、おらんくね？誰もおらんくね？え、それは辛い。向こう側に渡ったらおるかな？ちょっと待って。ぼうぼう。よし。ひょい。え、おらんくない？住人がいないとかいうこともあるんすか？それはちょっと、あまりにもショックすぎるんですけども。そんなことがあるんだとしたら、めちゃくちゃショックなんですけど。え、だっておらんよね。つらー。つらー。同じ島の上に、新しい住人がいないとか。必ずどっかにはおるんやと思っとった。そんなこともないのか。じゃあ化石でも持って帰るわ、私。まあ延々といつまでも新しい島にはたどり着けんってことかな。
あれさっきこの辺にもなかった？あの気のせい？あったような気がしたんやけど、ないな。ないっすね。まあじゃあ岩を叩き込む、岩を叩こうか。もう上にもね上がれるようになったし。よいしょー。金鉱石まで出ればいいんやけどな。早くあの家のローンを返してしまいたいんだ私。家のローンを完済したいんだ私。まだあと確か4万ぐらい必要やったよね。結構かかる。だから9万とか必要やったはずやけん。ほい。ないっすね。ここは一回豚の女の子を勧誘したけん出てこんのかな。そういうことか。で、崖の上にも、あ、てか向こう側、あそこにもあるね。よいしょー。さあ来い。はあ、違う。違うんだ。お、鉄鉱石めっちゃ出るやん。くそ、ここまでか。ここまでか。そして上に行きたい。はい、はしご。これで一応ね、行ける範囲はめっちゃ広がったよね。はい、これで。待って、ムカデ。ムカデを使う。ああ、いなくなったいなくなったんですけど。くそ、切り替えが遅かったか。よし、それじゃあ。帰りますか。新しい住人もいなかったことだし、帰りますか。到着。そっか、島に出発するとあれなんやね。雨が止んどんやね。で、ちょっと収納のところに入れた生き物も一緒に持っていく。どうも、ふうたくん、起きて。んぐご。は。すみません。私にお構いなく、どうぞごゆっくり。ほほ。あ、私にご用でしょうか。お手伝いできることがあれば、何なりとおっしゃってください。化石の鑑定をお願いします。化石の鑑定は1個ずつかな。てか、1個しかなかったわ。1個しかなかったわ。どっちにしろ。どれどれ。うんうん。なるほど。ほほう。少々判断に苦しみましたが、これは、あ、マンモスの頭？かぶり？マジか。それにしても何度見てもたまりませんよね、マンモスの頭。ってことは売り払えるってことやね。まあ、それはそれで。個人的に買い取りたい気持ちでいっぱいなんですけど、そんな余裕もないんで我慢するっす。こんだけまだ全然寄贈してない中で、今の段階でかぶりって早くない？はい、寄贈します。ほう、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。はい、カタツムリとミノムシ。どうぞ。わわ、まとめてお持ちくださったんですね。どれどれ？はい。ではありがたく納めさせていただきます。まとめて渡したら不気味がらんのやねん。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか？いえ、間に合ってます。そうですか。では自由にご見学ください。まあ、どっちにしろ、たぬき商店も行く予定やったけん、売りに行こう。いらっしゃいませー、ませー。ちょ、買い取りして、買い取り。アイナさん、いらっしゃいませ、ませ。今日はどうなさいましたか？このたぬきたちに囲まれてる構図可愛くない？買い取って。買い取りでございますね。では、お売りいただけるものをお見せくださいませ、ませ。マンモスの頭。ミックス、あれ？ミックスウッドの壁はいらんかったんや。いらんかったんやね。なるほど。自分用に作ったことになるんか。で、これで。どうぞ。マンモスの頭ですね。それなら3000メルで買い取らせていただきます。お願いします。ありがとうございました。ました。
またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。なんかこれ学校の机の色違い版みたいな。でもカラフルで可愛い。これ欲しいです。あ、学校の机やった。現品限りですので早い者勝ちですよ。ですよ。1100ベル。買っちゃいます。で、その隣のこれも買いたい。猫とか、犬が、ペットのベッド。欲しいです。本作では猫は増えとんかな、置物。どうなんやろ。増えといて欲しいけどね。で、壁紙とかは？壁紙とか床とか。ピンクハートの壁紙絶対可愛いやん。ブルーストライプの壁紙。でもまずは床の方やな、私的には。パステルパズル。パステルパズル？レッドドットカーペット。じゃ、どっちか迷うんやけど。とりあえず、レッドドットカーペットにしようかな。私的にはあれ、レッドっていうかピンクに見えるけど。じゃ、とりあえずこれでいきます。よーし。ありがとう。可愛い感じの部屋になるはずよ。ちょっと、道具を置いてくるわ。よしよし。今こういう味気ない感じやけん。ミックスウッドの壁、違う。あ、これか。ないんかと思った。レッドロッドカーペット。模様の方向も変えれるんか。なるほどね。いいね、いいね、いいね、いいね。いいね、いいね、いいね、いいね。んーで、この辺にしよっか。とりあえず、ここに、この格好の机もさ、なんかちょっと、ね、カラフルで可愛いよね。これで、じゃ、机の向き。は。こういう感じにしといて、で、上に花を飾る。赤にしとこう。いいね。んで、あとは、あ、そう、ペットの。どの辺？ま、とりあえずでこの辺に置いとく。またそのうち変えると思うけど。あ、待って。あー、いっか。いっか。ま、とりあえずね。よし。かわいいベッドが欲しいね。ほい、ということで。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことでまあ、島に行っても毎回毎回新住民がおるわけじゃないっていうことも分かったし、ちょっとね、楽しみにしていったけん残念やったけど。でも徐々になんか家の中が可愛くなってきて私は満足よ。で、多分次回ぐらいに前に勧誘した豚の女の子が来るんじゃないかな。家もできたしね。どこに入るんかは分からんけど。